はい、どうも。日本国がですね、ワクチンをですね、とりあえず9億回分買っちゃってるから、日本人全員9回ずつ打たないと、税金の無駄遣いをしたことになっちゃうから、嘘でも、日本人全員9回打たせるぞっていうことになってることについてですね、ちょっと話してみたいと思います。今のはちょっと冗談ですね。今のは冗談ですよ。で、そうですね。最近の話なんですけど、ワクチンってね、反強制的なところがあるんですけど、あったと思うんですけど、なんかね、打たないと、あれができなくなる。お店に入れなくなるとか、なんかね、そういう噂みたいなのが立ってて、なんかね、バシバシにとりあえず打たせるみたいな流れなんだけど、最初っていうか、なんかワクチンパスポートみたいなのが来て、いや、さすがの僕もですね、日本国民のですね、僕が見た時かな、8000万人か9000万人ぐらいワクチン打ってて、いや、さすがにこれは打たないとなんか迫害を受けると思ってね、打とうと思って病院にこう連絡したりして、ワクチンの予約を取ってですね、打とうと思った時があるんですよ。で、だけどですね、なんだろうな、なんかね、行きにくいお医者さんだったりとか、行きやすいお医者さんは、いやーもうね、ちょっと前はバシバシに打ってたんだけど、今ちょっとやってないんだよねっていうので、結局打てなくてですね、打てなくて打たなかった。打ちたくないし、打てないし、なんかですね、いい条件が揃ってたので、打たなかったですね。で、最近なんかね、ネットで見て、官僚の人が話してたんだけど、ワクチンってね、反強制的な、打てる人は必ず打たなきゃいけないぐらいのね、話だったような気がするんだけど、自己判断で、ワクチンは自己判断ですよ。自分で打った方がいいと思ったら、打てばいいものだからみたいなのをさらっと言ってて、お、マジか、それ、もっと言った方がよかったんじゃないのみたいな。で、なんかね、自己判断らしいですよ。打った方がいいかなと思う人は、打てばいいからぐらいの。だけど、9億回分買っちゃってるから、騙しても何しても、打たせたいぐらいの、感じはありますけどね。実際はわかんないですけど。といったところで今回、まとまってないですけど、締めたいと思います。